こんにちは、ゆっくりフリースキーです。今回は、360のスタイルの一つ、ターンをしながらそのままジャンプ、カービング360を紹介するよ。通常はまっすぐアプローチする360を、ラインを取ってカービングしながらアプローチ、そのままターンしながらテイクオフするスタイルだよ。アプローチの途中からターンを開始、ボトムあたりでターンをゆっくり切り返して、ターンのこの頂点を狙ってテイクオフ。あとは、通常の360のように回転を合わせて着地。軸がずれないように、しっかり板の中心に乗ることと、前に飛ぶためにテイクオフのタイミングを、板が前を向く、ターンの頂点に合わせるのがポイントだよ。慣れると、さらっと感のある、360になるよ。まずはカービングで、ストレートジャンプすることから、試してみてね。質問、感想をぜひコメントしてね。